こんにちは。この花の寒月です。今日は福岡のイベントのご案内をいたします。タイトルは秋のこの花マルシェ。日程は10月25日金曜日から27日日曜日まで。会場は福岡の大名湘南家です。時間が12時から18時までとなっております。最終日が16時までとなっておりますので、そちらだけご注意ください。それでは一部ですが、新作をご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、こちらの綿コットンですね。光沢のある綿になります。で、表と裏とですね、柄行きと光沢、色目が変わりますので、よろしかったらね、お好きな方をお仕立てできますので、選んでいただければと思います。すごく綺麗ですよ。シワにもなりにくいです。張りがあってとても綺麗な着姿になる反物ですね。はい、他の色もお見せしていきますね。こちらが深いグリーンです。すごくね、やっぱり光沢があるので、出来上がると紬を着てるような雰囲気ですね。垂れ感もあって、落ち着いたすごく素敵な着姿になります。もう一つがですね、キッペですね。今回ですね、とっても素敵な色が揃いました。今回一色だけちょっとお見せしてるんですけれども、グリーンに小豆色の細いストライプですね。こちらもとっても着やすい素材になっております。福岡で初お目見えになりますね。こちらもぜひぜひお楽しみにいらしてください。はい、こちらも綿コットンの柄違いですね。で、これもすごく光沢があるんですよ。で、特にこちらがですね、皮脂の、ラインが一重の部分と、反対にすると二重になるんですね。で、こちらの、表側と反対側でですね、すごく表情が変わりますので、ぜひぜひこちらはね、お試しされるといいんじゃないかなと思います。こっちで見ると、例えば、あ、濃いピンクだなと思っても、反対合わせると黄身が入ってですね、お顔写りのいいピンクになったりもするんですよ。ぜひね、こういった反物今回ご用意してますので、お楽しみにいらしてください。はい、続きまして、新作の博多織ですね。ボタンと同じシリーズの、博多織なんですけれども、グレープですね。グレープリーフ、ブドウの葉っぱですね。とっても大きい柄なんですけれども、今日結んでおりますが、とっても着姿が映えると思います。今日ね、帯揚げ帯締めなしなんですけれども、帯だけでもすごく素敵になりますね。はい、あとこちらがグリーンをご用意しております。あともう一色黒も、追加でお持ちできますので、そちらもお楽しみにしていらしてください。はい、続きまして、人気の根拳さんですね。米沢織の半幅帯もご用意してまいります。今回かなり数ご用意できますので、お楽しみにいらしてください。で、こちらの皮脂柄ですね。これも新しい色目ですね。グレーに少し緑がかったようなグレーなんですけれども、ラインがですね、すごく素敵な色目のものをお持ちいたします。他の色もね、たくさんありますので、お楽しみにいらしてください。あと大人っぽい柄ですね。こちらの段々も、何色かな、3色ぐらいご用意できましたので、お楽しみにいらしてくださいね。続きまして、今回はですね、この花でオリジナルの名古屋帯を博多織で作りました。京和織工場さんですね。紋織といって、こういう風に柄が浮き出るところの博多織になります。光沢がとっても綺麗です。すごく可愛いんですよ。で、八寸名古屋帯なので、芯を入れずにお仕立ていたします。形も作りやすいし、張りもあるので、とってもね、着姿がね、キリッとした着姿になります。はい、こちらの柄は2色織っていただきました。深い紫ですね。とても結びやすいです。本当にね、博多のね、いいとこ取りというか、は
はい、形も作りやすくて姿も綺麗になる名古屋帯ですね。それともう一つですね、これ今回すごく人気なんですよ。京和織工場さんの白って本当に綺麗なんですね。地模様がこう浮き出る名古屋帯豆もんを織っていただきました。こちらは若干ね、こちらの、菊柄よりは少し柔らかいんですけれども、ふんわりとね、可愛い形、とっても作りやすいです。そしてこちらの帯のね、良さっていうのがシワが残らないんですよ。だからちょっとタック寄せてね、作る形の帯とかもね、とっても綺麗にできますので、こちらもぜひお楽しみにいらしてください。そうしましたら、今から活躍しますコートですね、こちらも新しいを作りましたので、ぜひお楽しみにいらしてください。ぜひご試着もね、見ていただければと思っております。お持ちする商品の一部をご紹介させていただきました。今回の会場では新作の反物や博多織をご紹介いたします。ぜひお楽しみにいらしてください。皆様とお会いできるのを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。